こんにちは。ギタリストの松木です。今日は F で挫折しない、F コードを抑えるコツを、お話ししていこうと思います。F コード、今ね、こうやって押さえて F コード、まあこういうコードなんですけども、1弦をね、こうやって人差し指で全部の弦を制覇する、まあ、バレエコードなんて呼ばれてるんですけども、この F のコードっていうのは、このローポジションのバレエコードなんで、初心者の難関なんて言われていて、まあ、F コードが弾けなかったばっかりに、まあ、ギターを弾くのを挫折しましたなんて人がね、たくさんいるんですけれども、ただまあ、なんでこう最初に F コードの難関にぶつかりやすいかっていうと、よく初心者向けの教則本なんかではね、最初にまあ初心者の人が押さえやすいように、まあ、ローポジションのコードをね、最初に教えたりするんですね。例えばこういうローポジションの C だったり、まあ、D だったり、G だったり、まあ、こういう開放弦を混ぜたこうローポジションのコードを最初に教えて、で、例えば巻末とかで1曲ね、そのローポジションだけで弾ける、まあ、楽曲のスコアなんか載ってて、でそれをまあ、完走するためにはそのどうしてもこのローポジションの F が必要だったりして、まあ、どうしてもこの F を、ね、弾かなきゃ一冊できないみたいなことがあるので、まあ、挫折する人が 多いのかななんて思うんですけども、でもね、まあ、やっぱり抑えるのは難しいんです。で、なんで難しいかというと、ギターってね、このフレットが、ポジションがね、こう低い方になっていくと、こうやってフレットの幅が広くなっていくんですね、どんどんね。で、まあ、上に行くに従ってフレットの幅は狭まっていくんですけども、そこでやっぱ手を開かなきゃいけないっていうのは、まず初心者の方に難しいっていうのと、あとまあ弦高が高い、特にアコースティックギターかな、ね、アコースティックギターなんかだと、やっぱりちょっと弦も硬いし、で弦高もちょっとエレキギターなんかより高いので、まあなかなかギターを何年かやってる人でも抑えづらいってことはよくあります。ね、とはいえですね、このバレエコード、制覇するこのコードですね、これは非常に使用頻度が高いので、どうしても、このバレエコードを抑えるようにならないと弾けるようにならないんですね。で、どうしたらいいかということなんですけども、この6弦ルートの F なんですけども、6弦の1フレットに F というルート音があって、でその1フレットの弦を6本全部制覇する、まあ6弦ルートのメジャーコードの、まあ、コードフォーム、基本的なコードフォームになるわけなんですね。で、大事なことは F が抑えられるというよりも、この6弦ルートのメジャーコードフォームを抑えられるようになるっていうことの方が大事だと思うんですね。で、どういうことかというと、この6弦ルートのメジャーのコードフォーム、これ例えばこの形のまま、今度人差し指を5フレット制覇する、そうするとこれはナチュラルの A メジャーっていうコードなんですね。 A というコードになります。例えばそのまま、3フレット上昇して8フレットに人差し指制覇した、ポジション、この状態になると、これは今度 C っていうコードになるんですね。という具合に、これギターの一番いい特性なんですけども、ギターってコードフォームを一つ覚えてしまえば、ポジションをずらすだけで、まあ、コードが変わっていってくれるっていう、まあ、非常に便利だね。ここが一番ギターのいい部分だと思うんですけども、つまりね、コードフォームを覚えてしまえば、まあ、極論するとまあ、いろんな曲がすぐ弾けるようになる楽器っていうことなんですね。で、まずはね、F コード、ここの場所でね、何としてもこう押さえなきゃ押さえなきゃって練習するよりは、まずは少し弾きやすくなるね、フレットの幅が弾きやすくなるハイポジションでこのメジャーのコードフォームを練習するのがいいと思います。僕はね、この8フレットに人差し指を制覇して、中指を3弦の9フレット、薬指が5弦の、10フレット、小指が4弦の10フレット、これ C というねコードのポジションになるんですけども、ここで練習するのがいいと思います。で、制覇の、まあ、6弦ルートの制覇のコードの時に何が一番大事かというと、やっぱりこの人差し指がペタンと指板ね、押さえられる弦をペタンとこう押さえて、こう芝にちゃんとくっつけられるっていう、この力加減っていうのが一番大事なんですね。なので、この親指と人差し指の位置、これ人差し指が一番こうグッて押さえやすい、そういうポジションを探してほしいんですね。
このね、親指を、まあちょっと自分でいろいろずらしながら、こう、グッてできる位置を探してもらって、で、残りの指をおっつけてくる。まあ、これ前も話したんですけども、この、他のね、人差し指以外の指は、こう、指板に向かって立たせる。ね、指が立つなんて言いましたけども、指が立つような位置を探してもらって、で、ここでね、練習するといいんですね。で、どん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 弦が鳴ってくる。で、慣れてきたら、こうやって、1フレットずつね、ポジションを下げていく。で、1フレット、この F ってコードを弾くときと、この C ってコードを弾くときの一番の違いは、やっぱりね、C を弾いてるときは、左手が体に近いんですね。だけど、F を弾いたときは、左手が少し開いて、やっぱ体から遠くなる。で、このとき、この体から遠くなるに従って、人差し指、まあ、手全体ですね。これを少しね、自分の方に向けてあげるイメージ。これが一番大事です。なので、最初の頃はね、少しね、人差し指をこう、向こう側に寝かせるというかね、人差し指のこの辺で、こう、バレーしてみる。こうやって押さえていくっていう。これでこの角度を変えていくっていうのが一つコツだと思います。はい。ということで今日は F で挫折しない F コードを押さえるコツについてお話しました。参考になれば幸いです。ご視聴ありがとうございます。